スラ3期最終回。なんだかんだやっぱり面白かったね。異世界だけど完全に現世の楽しみを再現しているのが、テンスラらしいよな、ってのは思いますね。キャラも増えてきているけど、やっぱりみんなに愛着が湧いてくるので、見てて面白いです。4期も劇場版も決定して、さすがだなって思いますね。続きも楽しみです。以上、テンスラのお話でした。